操作方法がいまいちわかんない。急にこれ早く できたんだけど、どうやったのかね、これ。これをさ、見てさ。あの押し方どうやるんだろうねってさっき話してて。で、適当に押してたらね、急に速いモードになってて。でもどうやったかわかんねえんだよなぁ。わかんねえや。あれ、牛乳電車どこに行ったの？牛乳列車。牛乳列車走ってないんじゃない？ジョンソン。この止まってるやつが牛乳列車かな。違うな。牛乳列車がないよ。ジョンソン。オールバニーの人々は鉄道に懐疑的だった。君の成功は頑固な反対者たちでさえ黙らせるだろう。ジョンソン。これはどうなってんだ。鮮度が不完全。どういうことだ。あ、ここがダメなんだ。これで OK。 少しお金が貯まったからね、これを壊して、で、ここ
からね。この辺を通って、この辺を通って、渡った方がいいかな、向こう側に。こっち側だから、こっちにつながないとダメだ。これがね、41万円もかかるんだ。41万円か。橋が長すぎんだよね。橋をね、短くした方が。28万円。24万円。参ったな、これ。足りないのかな、給水塔が。給水塔置いてあるよね。ここら辺にもう一個給水塔置く。ここら。9万人にならないといけないんだよ。28万円で鮮度が引ける。これが10万円かかります。スピードアップの、スピードの変更がね、いまいちわからん。
時間が来ちゃいました。